スベトラーナ・ヨシフォブナ・アリル・エワは、作家となり、アメリカ合衆国に帰化した。彼女は1967年に、ソ連から亡命したことで、国際的に熱狂的反響と称賛を引き起こした。ラブレンチー・ベリアンに抱かれる幼いスベトラーナ。奥にいる人物は、父・スターリン1926年2月28日、モスクワにて、スターリンとナジェージダ・アリル・エワとの間に生まれる。 ソ連共産党の政府高官たちの子供の中では最上位の位置を占めていた。スベトラーナはウバに育てられたが、時折両親も育児に参加した。母のナジェージダはスターリンの二度目の妻であったが、スベトラーナが6歳の頃の1932年11月9日に死んだ。彼女は公式には中水園から来る腹膜炎で死んだと発表された。 ナジエジダの死の原因については、他にも様々な憶測が生まれた。父、スターリンは二人の息子の場合と異なり、スベトラーナに対しては優しく愛情ある態度で接することもあったが、に聞いたフルシチョフは、自身の回顧録の中で、スターリンがスベトラーナに対しても、虐待的に接したと述べている。フルシチョフによれば、クレムジンでも様されたパーティーにてスベトラーナが、 父の要求した踊りに熱を入れなかったとして激怒したスターリンがダンスフロアの上で泣いているスベトラーナの髪の毛を掴んで引きずり回したというスベトラーナが16歳の時にユダヤ人の映画監督アレクセイ・カプレルと恋に落ちるカプレルは当時40歳を超えていた父スターリンは娘の交際に激しく反対した後にカプレルはイギリスのスパイであるとして 有罪を宣告され、北極圏の近くの工業都市ボルクタに10年間追放された。スベトラーナが抗議するとスターリンは、激怒し、彼女に暴力を振るった。スターリンがカプレルにとった措置について、カプレルが娘を介して権力へ取り入ることを警戒したとも、あるいは、スターリン自身の潜在的な反ユ大ヤ主義のためとも、言われるが、詳細は不明である。 スベトラーナが17歳の時に、モスクワ大学の学生仲間、ゲオルギー・モロゾフと恋に落ちる。彼も、またユダヤ人であった。父スターリンは二人の結婚を、不祥不祥に認めるが、それにもかかわらず、彼は理由をつけて、花婿に会うことはなかった。1945年に、息子のヨシフ・ワリルエフを出産するも、夫婦は1947年に離婚した。百四十九年、 スベトラーナは父の親しい仲間で片腕であったアンドレイ・ジダーノフの息子ユーリー・ジダーノフと結婚する。1950年に娘のエカテリーナが生まれるが、後に間もなく離婚に至る。しかし、アメリカのタイム誌は、スベトラーナが1951年にラーザリ・カガノービチの息子ミハイル・カガノービチと三度目の結婚をしたことを主張したと報じている。 1953年3月5日に、父スターリンが死ぬと、スベトラーナは、母の結婚前の生を名乗り、教師及び翻訳の仕事をしていた。彼女は、アメリカ合衆国の歴史と英語を教えていたが、それにもかかわらず、彼女は重要なことを話す機会がほとんどなかった。スベトラーナは、自身の家柄を基礎とし、ソ連共産党及びノーメンクラトゥーラの特権を、享受していた。 最上級の党員に接触を図った。彼女は自分の子供たちの世話のために働くのをやめた後、自分自身の不要のために年金を受け取った。1963年、返答戦で入院していたスベトラーナは、モスクワを訪れていたインド共産党員のブラジェシュ、シンと出会う。彼は、おとなしい態度の理想主義者であったが、深刻な帰還資格調症と、排気死を患っていた。 二人は国会近くの措置で病気の回復に努めながら関係を結び絆を深めた。シンは1965年にモスクワに戻り翻訳の仕事を始めるが二人は結婚することを許されなかった。1966年にシンが亡くなるとスベトラーナはガンジス川に彼の骨を巻くためにインドへ向かうことを許可された。 彼女は、ガンジスの川岸近くのカラカンカールの家に住む一家の元で2ヶ月間滞在し、地元の風習に馴染んだ。彼女はインタビューで、二人は結婚を公式に許されない状態であったが、自分の夫として真に接したという。1967年3月6日、最初にニューデリーにあるソ連大使館を訪れたスベトラーナは、その後アメリカ大使館へ向かい、 大使のチェスター・ボールズに政治的亡命として正式に請願書を提出する。インド政府はソ連政府から反感を受けるかもしれないと懸念したが、請願書は受け入れられた。スベトラーナが直ちにインドを出てアリタリア航空の飛行機に乗ってローマに到着してから直ちにジュネーブへ向かうとアメリカへ向かう6週間前にスイスの連邦参事会が詐称と宿泊施設を手配した。 1967年4月、ニューヨークに到着したスベトラーナは、雑誌に寄稿し、回顧録を発表して、スターリン政権とソ連政府を公然と非難した。西側での出版を早い時期に終えたのは、海賊版を発売するようソ連政府からの脅迫があったことと、特定の外交上の問題があったためである。スベトラーナは、ニュージャージー州のプリンストンと、後に、 近くのペニントンに移住した。当然のように FBI の保護はあったが行動や言動は自由であった。1982年スベトラーナは娘と共にイングランドのケンブリッジに移住する。1984年にソビエトに帰国して市民権を再び獲得しグルジアのトビリシに移り住むも1986年に再度出国。1990年代には ブリストルに戻る。1992年にイギリス市民権を獲得した。2011年11月22日。結が癌のため、ウィスコンシン州リッチランドセンターで死去。85歳没。ありがとうございます。